食べたいと思います。寒いかもだけど結局暑いな。暑いわ、結局暑い。よいしょ。はい、あ、どうも。今日から仕事パテモサ協会でございます。というわけで本日はご飯のお供でご飯を食べます。ご飯は男の二合飯じゃい。というわけでね、炊きたてハピマイとこちらのように焼き鮭とか卵とか、肉、ネギ味噌で、水菜はちょっと塩コショウ醤油で炒めました。で、天使葉、そして、昆布かな、昆布の佃煮的なやつ、そして勾配比べと のり塩、ごま塩、うん、で、味噌汁はわかめの味噌汁、注いだだけ、そういうやつです。よし、この2日間はお休みの間、体調不良もあったんで、ゆっくりしたら治りましたんで、今日からまだ頑張って仕事をしていきたいななんて思ってます。というわけで、いただきます。食べよう。うん。これ入ってんの？マイク。それより。入ってる？わからへんよ。ディスプレイ出てないわ。ちょっと待ってな。ディスプレイ出てんの？ディスプレイ出てる。あ、いけてた、いけてた、もう。出てへんわ。びっくりした字が。ここで音声になってんの？ふざけんなって今。ふざけんなって話ですんでね。いただきます。味噌汁からいただきます。おいしい。うん。勾配クラゲ。もうあとちょっとや、残りな。うん。うまっ。うん。最高。焼き鮭は1分冷凍してたやつを1分チンして焼きました。うん。ほかほか。あ、いいね。塩鮭って感じのね、しょっぱさ。うん。すごい昆布のね、前をついちゃったけど、こういうのもうまいよな。ガキの頃は嫌いだったけど、うん、非常に美味しい。あ、最高です。卵は2個分、白だしとマヨと水を入れて、あとネギ焼いてます。うん、パーフェクト。うん、世界一うまい天使葉世界一うまい芝漬け天使葉。うん、最高ですね。おいしい。本当は今日はね、チンジャオロースしちゃおう。チンゲンサイね、炒めてベーコンかなんかと豚肉かと。
思ったんですけど、ペーターが最近本当飯作ってて毎日のように結構凝った飯作っとって送ってくるんですけど、今日和食を作っててね、あの人卵焼きと焼き鮭とかの感化された。ああ食いて、そういうのが食いてって、最近料理頑張っていらっしゃいますんで、あの人素晴らしい、うん、よし皮付き、うん、おいしゅうございます。昨晩はねペーターが7時半過ぎに帰ったんで、その後ちょっとだけゲームして配信はしてないけどね、配信してないけど、女子サソリの第2弾第3弾見切りましたけど、第1弾に勝てへんよな、うん、第1弾がすごかった、うん、ヌード率も全然違う、うん、4作品あるんですけど4作品目は監督とかも違うらしいんで、あの梶芽衣子版がやっぱいいよな、うん、梶芽衣子版はね、うん、あまり期待できませんけど、うん、やっぱ一部を超えられへんな。おまけにさ、4本映画化してんのにさ、2年間撮ってんだよ。すごいよな。売れたとなればバンバン出す時代すごいね。映画の娯楽度がね、今以上にもっとすごかったよ、当時はな。うん。で、第4部、ちょっとだけ触りだけ見たんですよ、女子サソリ。田村正和の若い頃。若い頃出てるんですけど、やっぱすごい男前ね、うん、梶芽衣子も抜群に美人やけど、田村正和もまあ若い頃飛び抜けて男前よ。他に出てる男一緒の生き物と思えへんレベル。あの仮面ライダー見てた時の
山本リンダみたいなもんよ。次元が違うやん、生き物としての。すごいね、男前って。まあそんなこんなでね、最近は古い映画を見とるわけなんですけど、Hulu でのゴジラの配信が全部配信されてるんですけど、10月の17日で『ゴジラ』の配信が終わっちゃうんですよ。平成ゴジラを1本だけ見て、そっから見てないけどな。はい、まあ、というわけでね、ゴジラが10月17日フールで配信終わっちゃうんですよ。見切れへんよな。なんだけど、全部毎日見たら見れると思うけどな。なかなかやっぱね、毎日一本映画見ていくってしんどいかな。ゴジラとなると割に真剣にね、昭和ゴジラの後半の方はもうね、コミカルになってきた、適当にしか流してないですけど、また平成なると違うからさ、ちゃんと見るとなると平成ゴジラが全然馴染みがないんでね、ビオランテとかの辺とか、スペースゴジラとか、デストロイヤーとか全く見た記憶がないからさ、1本ぐらいなんか見るか、ビオランテみたいな、沢口靖子が出てたんですよ、平成ゴジラの一発目。美人ですよね。おかずが多かった。大満足、美味しかった。頑張って仕事しよう。
うん。それだけでね、今日は別にそんなに忙しくもないんですけども、まあ言うてもまだこの間まだまだちょっと仕事ありますんで、頑張って働きたいなと思っております。そんなこんなのパテモソ協会、本日は男の二合目試合、焼き鮭とか卵とかその他もろもろご飯のともで二合目いただきました。ごちそうさまでした。皆様、週の中身ご苦労様でございます。お互い頑張りましょう。まだね。ほな。